令和2年12月9日、阿蘇警察署から阿蘇中央高校の生徒へ下校中の事故防止に役立ててほしいと反射剤が送られました。反射剤の贈呈は阿蘇市一宮町宮寺の県立阿蘇中央高校阿蘇西方校舎の校長室で行われ阿蘇警察署の内田義郎署長から JA 共済熊本から寄贈された 反射剤シール400枚が、酒井和忠校長に手渡されました。はい、生徒を代表して、生徒会長で2年生の本田翔大君が、自分の命を守るために活用し、安全確認も行いながら生活していきますとお礼を述べました。麻生警察署ににによりりますとと高校校は部活を含めると下校時間間が夜間になりさらに 国道57号原動部や北側復旧道路の開通に伴い、交通量が増加し、交通事故発生の可能性が高まっているため、今回反射材を贈呈したということで、カバンや靴、傘などに貼ってもらい、残ったシールは家族を守るために使ってほしいと話していました。